とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日からですね、4日間にわたって、毎日、100連ガチャをやっていきます。だいぶメダル貯めました。今何個持ってるっけ？結構持ってるんですよ。374枚。374枚持ってますので、あと26枚かな貯めればいいので、毎日100連やっていきたいと思います。さあ、どんなものが出るのでしょうか。まあ、今日のピックアップ見てみましょう。素材は見なくていいよね。素材はいいけども。まず、これですね。ここもいらないな。アイシクルウィンドは別に強いの持ってるのでいりません。大体、よろずか装備でみんな回すと思うんですけども、よろずが、スパイクが出ますね。うん。まあ、強い装備なので、1個持っててもいいかもしれない。で、こっちが、野球人のバットとスリッパキャノンですね。タイツはもう1個上があったんですけども、まあ、この2つでしょうね。はい。まあ、50ずつ回していきましょう、今回は。やっていきます。まあ、狙いはね、装備品なんだけども、おしゃれ装備なのよ。おしゃれ装備を狙ってます。はい。じゃあ、まず最初の10連目。何が出るかな？はい。レジェンダリー確率 4%。はい、最初。まあ、赤があるから、そこでちょっといいのが出る可能性はある。王者のブローが出て、紫の舞。なんか王者ブローが今日いっぱい出るような気がするぞ。この前は、フィニッシュスティングがめちゃくちゃ出たので、王者ブローか。まあ509。なるほど。500前後か。あ、そうかそうかそうか。俺のサブキャラたちが大体512とかそんぐらいなんですよね。メインが600ですけども。それぐらいのやつが出るのかな？あ、違うか。平均のやつかな？うん、全部足して10で割ったレベルのやつが出やすいのかもしれないですね。はい。では20連目いきます。はい、20連目。おい、あ、金1個。なんか金1個1回でね、7個出た人とかいて、そんな奇跡的なやつなかなかないですね。はい。何が出る？ムチムチムッチーか。おお、これは、風紀委員の粛清しないかなんかじゃないですか？うん、フィニッシュスティングと、猫エンド。で、あの、鎧は何だろうね。ムチムチムッチーでしょ？猫エンド、あ、P800、これ、だいぶ下のやつだ。じゃ、修羅のしないか。修羅のしない、これは強いな。これは強いぞ。うん。レベル402の武器ですね。お、なかなかいい。はい。まあ、20連目。強い武器。出ました。30連目いきましょう。レジェンダリー確率が 4% なんですよね。もうちょっと高くてもいいと思うんだけども。はい。30連目は、ジェットブーツか。なんか、いまいち。いまいちだな。装備品は、確実に星5じゃないと、使えそうにないんでですね。ダメですね。まあ、パイプラッシュ509だけども、560ぐらいのやつを持ってるので、必要ではないですね。はい、では、40連目。いきます。お、金がいきなり。もう一丁。おし、おお、なかなかいい。金が3つ。これ初めてですね。3つは初めて。なんだ。メダルこそいらない。金メダルこそいらない。なんだ。お、お、お。何それ、もう。全然いらない。金はもうなんか装備品であってくれよ。うわー、これは全然ダメだわ。監視カメラ511と、
なんだそういう出す権力全然いらない。ピットブルもいらない。うわー、これは全然ですね。はい、では次いきましょう。はい、どうだ。大きい、また出た。開けます。なんか装備品であってくれよ。なんでピットブル、もうお前ピットブル出るなって。ピットブル全然いらないから。あー、まあナイトヘルム、まあうん、レベル上げていけば強いんだけどね。はーい、あー、もういらない。はい、ということで50連終わりましたね。じゃあ次はこっちですね。うん、まあこっちで野球人のバットスリッパキャノン出ますので行きましょう。50連こっちで行きます。さあどうだ。こっちはレジェンダリー確率 3%。 お、 3% だけども出た。頼むから、頼むから、おしゃれ装備。おお、よ、横回ってるよ。あー、まあ武器か。うん、スケート靴の一番いいやつだけどもどうでしょう。まあ鬼将軍はあと2つあげれば、防御力が最強のやつになるからいいか。あー、これもいいね、悪くない。スケートシューズ、まあうんうん、まあいいとしましょう。はいはい、ああー、いいっすね。ノーガード殺法、クリティカル率が 15% 上がって、火ダメも 15% 上がる。うん、まあいいと思いますよ。はい、ではいきます。20連目。おお、こっち金出るぞ。なんかいや気のせいか。どうだ。おお、おお、お、マント、マントの最強のやつが出た。ヒロイックマント、あー、回避成功時素早さ 10% アップか。まあうん、まあそこそこですかね。はい、でも俺が狙ってるやつはこれじゃないんだな。いきます。残り30連出てきてくれるか。青、金こそはよく出るね。で、赤も出たので、ここでもちょっと期待できる。はいはい、扇か。あ、タイツ、タイツ、うんうんうん、なるほど。悪くないかもしんない。センスの、あー、エピックか。まあ、いらないね。あー、あ、まあ、これはあれか、ピックアップのやつか。もう一個、上のランクが良かったな。これは使えないな。まあ、レベル上げて使うしかないですね。では、いきます。あと20連。出てくれ。なんか、おお、金来た。来た。いきます。おしゃれ装備が全く出ない。おお、この、ゆらめきは。おお、傘が出たぞ。傘出た。なんでしょう。キュートな日傘。お出かけグッズか。あー、クラブサポート時に 5% でアイテム2個投げてくれる。まあ、いいっすね。まあまあいい。オッケーオッケーオッケー。防御力も14なので、底上げには持ってこいかな。あ、ニトロフラスコ。いらないな。はい。では、ラストですね。ラスト、10連。いきます。さあ本日100回目のガチャ、最後の最後は、お、最後の最後に金が来た。これがいい。最後の最後に金が来るっていうことはいいのが出るんですよ。さあなんだ、装備品じゃないのあれよ。あー、ラケットか、ラケットか。いや、ラケットはね、あのワイドロップで交換できるんですよね、最強のやつが。まあ、うん、150ワイドロップ分ぐらいなんで、悪くないかな。まあ、さて、それかどうかな。その手前のやつもあるからね。あー、その手前のやつだった。ドキューラケットいらねえ。うん、まあまあ、もう一個、
レベルを上げて使っていくしかないですかね。はい。まあ、今日のガチャの結果なんですけども、こういう感じでしたね。なんだろう、全然当たんない。100連回したんですけどね。装備品のおしゃれ装備が良かったのよ。おしゃれ装備がめちゃくちゃ欲しくて、やったんだけども、ちょっと微妙。最初の頃ってもう全然あれだよね。ピットブルばっか出て、もう全然ダメだった。むしろ、最後に回したあそこの場所、あそこで狙った方がいいのかな。で、ちょっと次回すときは、そこだけで100連行ってみようか。まあそういう感じでやってみましょう。今日の100連はこういう感じでした。ではですね、明日、明後日、しあさって、また100連回していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや。